第2弾並木スクープ。はい、皆さんこんにちは、並木です。今日はこちらザ・プレミアムバックステージ虎ノ門に来ております。さあ、そして今日はお久しぶりの並木スクープなんですけども、皆さんからいただいたメール見ております。で、実は今回やる企画は結構一人の人じゃなくて複数人から言われていることでもあったので、今回はそれを実現しようと、もちろんゲストも来てますし、その方にもね日程調整していただいたんですけど、皆様からいただいたメール、じゃあ読ませていただいていいですか。はい、並木ちゃんお疲れ様です。早速ですが、ここ最近 TikTok や Instagram で渋野日向子を100日で完コピする駆け出しのタレント神田美優ちゃんを追っかけてください、本当そっくりですよという、メールが、これまだ1通なんですけど、似たようなメールが本当に何通も来ていて、で私もですねこれを機に結構見させていただいたんですけども、まあ似ているし、すごいなんか面白そうだなと思って興味もあったので、今回なんとその神田美優さんですね、ゲストで来ていただいておりますので、早速お呼びしたいと思います。今回のゲストこの方です、どうぞ。こんにちは。こんにちは。ちょっと待ってください。いや、いろいろあったんです。なんか泣いてるんですよ、もう早い。いや本当に嬉しすぎてあ、今日来てくることが嬉しかったってことですか。はい、いやもう並木さんありがとうございます。コラボできるか嬉しい。ということで改めて神田美優さんです。はい、よろしくお願いします。渋野日向子さんを100日で完コピするって言って、もう100日経ちましたよね一応。はい、100日経ちました。ね、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと大丈夫ですか、泣きやんでからありますか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ということで今日は来ていただいたので、はい、いろいろまだ私は喋ったこともないし、はい、いろいろわかんないので人柄とか、はい、いろいろ聞いていきながら、はい、最後はちょっとっておきのモノマネなんかをしていただこうかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずこの渋野日向子さんを、はい、もう今公認じゃないですか。ご本人公認でモノマネやられてますけども、はい、まずなぜこれをやろうと思ったんですか。ですね、はい、私がそう以前女優さんを目指してた頃に、はいはい、まだそれだけじゃ食べていけない時に、うんうんうん、相模原の方でキャディーさんをバイトとしてやらせていただいてて、その際にも始めた頃から、はい、君渋野日向子に似てるねっていうのを言われ続けて、周りの人に言われたのがきっかけなんですね。そうなんです。そんなに似てるのかなと思って、その頃まだ女子プロを見たことなくて、ほうほうほう、でその Google で渋野日向子って検索してみたら私やんってなってまず自分でも思ってたように、はいはい、似てたの で、うんうんうん、でそっからちょっとキャディの社長に相談させてもらって、はい、私ってそんなに似てるんですかねって言ったら、いや似てるから君やった方がいいよで背中を押してもらってから、うん、ちょっとインスタでモノマネしてみたらそれがちょっと跳ねてくださったので、そうですよね、そっから始めましたね。はい、実際その、モノマネしようって思ってからは、はいはい、今日までこれどれぐらい経ってるんですか、日にち的には。モノマネ始めやった頃は1月なんです、今年の。え、まだ今年の1月。はい、1年経ってないんですね。経ってないんです。そう、今年の1月に始めて、うん、本格的に始めたのが8月ですね、今年の。あ、そうなんですか。はい、まだ半年、そうですね、経ってないぐらい、8月からだとすれば。そうですね、まだ経ってないうちに、うん、なんとボンボンボンとね、はい、公認までなんとかいただけました。実際だって試合、渋野さんの出られてる試合に行かれて、行きました。いわゆる公認をもらったわけですもんね。そうですね、はい。実際会ってどうですか、渋野さんは。可愛い。いやいや、じゃあ自分も可愛いよ。いや、可愛いですよ。オーラがやっぱり違いますね、はい、なんて言うんですか、うん、みんなを明るくするというか、はい、その気持ちをポジティブにしてくれるようなオーラが、うん、おーって出てたので。出てましたか。やっぱりそんな人になんかもう、うん、なんてモノマネしちゃっていいのかなとか思いつつ。え、でもそういうところからも似てますよね。本当ですか。私今日初めてお会いしましたけど、はい、なんかもう元気もらってますもんね。ありがとうございます。日向子スマイル、渋野スマイルが、はい、はい、そう私の売りというかもうなんかミユスマイルめっちゃ似てるかも。ありがとうございます。え、もちろんあれですかね、はい、やっぱ
やっていこうってなった時に、はい、似せてきたは自分で似せようと思ってるんですか？メイクだったり。メイクは本当にこのままでした。でも髪型だけは、あの渋野選手が以前は長かったんですけど、うん、最近ちょっと5分ぐらいに切られたことがあって、はい、私もそのタイミングでやっぱ切ったんだ。美容室に行って、はい、この髪型にしてくださいって言って、もう見せたんですか？もう見せて、渋野日向子さん、渋野日向子にしてくださいって言って、そうなんだ、そうバッサリ切って、うん、この色になりました。全部見せてるわ。いや、もちろんね、ケアのこれウェアもそうだし、ウェアからそうですね、これとかも渋野日向子さんと本当だ一緒のものに使ってます。今全く同じですね。はい。ちなみに体型とかも似せようとかしたんですか？体型はしなかったんですけど、でも割と構えとかの姿が似ているとはお話を、TikTok 拝見して、はいはい、ありがとうございます。なんかめっちゃ私が言うのあれですけど、なんか似てるのかなって思ったんです。はい、素人目線ながら。ありがとうございます。だからね、そこまで全部こう、ね、体もやってきたのかなって最初思ったんですけど。いや、もう全く。へえ。でもそれもじゃあ天性かもしれないですね。そうですね。このモノマネをするために生まれてきたかもしれない。すごい面白い。でこれ年とかって聞いていいんですか？あ、いいですよ。ね、で年齢は今が26歳になりました。ね、あんまり変わんないんです、一つ違いで同世代ということで。でもちろんゴルフもするんですもんね。そうですね、ゴルフはまだまだなんですけど。ちなみにゴルフ歴は3年ですかね。おー、じゃあ私がもう4年、4、5年目になっちゃうので。そう、先輩ですね。いろいろ年とゴルフ歴1年、2年ちょっと先輩いらしてもらってるんで、はい、でもほぼ一緒で嬉しいですね。いや、ありがとうございます。一応もうちょっと経歴とかも、はい、経歴聞きますか？はい、もうちょっと聞きたいんですか？それこそ、そもそもが芸人さんなのかっていうところも多分そこも触れてよし、思われてる方ももちろんいると思うので。はい、じゃあちょっと気になるんでそこも聞いていいですかね。はい、そもそもは、はい、あの何をやってらっしゃるんですか？そうですよね、それは、はい、それは本当に気になりますね。そうです、うん、結構あのインスタとかでもコメントでよく書かれてるんですけど、はい、私も実はよく分かってないんですよ。でもあの目指してるのは、うん、今はバラエティタレントさんですね。あ、でもなんかあのこういう動画が初めてっておっしゃってた割には、はい、めちゃくちゃ喋ってくださるしめちゃくちゃ慣れてるんですよ。だからなんか何だろうって思ってました、私も。やっぱそれはあるんですね。そうですね、ちょっともうじゃあバラエティでバラエティ行きたいです。やっていきたいってことですか？はい、もうでもそれはもちろんこの、はい、渋野日向子さんのマーマネのバラエティそう、新しい斬新ですね。でも一応事前情報でちょっとまあ言うと、もともとは養成所とかも、まあ、実は行かれてたんですよ。あ、そうですね、うん、全くその芸人さんというかその、うん、とは全く違う子に行かれてるんで、はい、その辺もちょっとほう、え、どういうことですか？はい、ですよね、その元々はどっちだ？もともとはあの大学生の頃に、はい、あの千葉真一さんのジャパンアクションクラブという、うん、あのアクション系のところ、なんていうんですかね、アクションを学ぶところにいて、はいはいはい、そこで3年間あの例えばですけどそのハイアンドローみたいなクローズとかそんな感じのアクションこういうやつを、はい、学んでて、今はその流れでキックボクシングをやってます。すごっ。もともとは女優さん志望っていうことだったそうですね、はい、でも女優さんでもそっちのアトラクション系？そうです、アクション、あ、間違えたアクション、言葉間違えた、アクション系、はいはいはい、そんな感じ見えないですけどね。得意技が、あるんかい得意技がハイキックなんですよ。ハイキック、はい、ごめんなさい、ハイキックが高いキック、どういうことですか？そうですね、あんまり詳しくないんですけど、ハイキックこの辺ぐらいまで、あ、じゃあいわゆる私の身長くらいまで足を上げてキックする、はい、やってもらいます。せっかくだから、当てないでできるんで、じゃあ私に当てないで。え、本当ですか？あ、本当です。あのアクションってあの、はい、見せる演技なんで、そっか、寸止めしなきゃいけないんですよ、はい、なんでこう引くとか、はい、蹴ってすぐこう戻す。え、見たい。え、私ここ行った方がいいですか？あ、そこで大丈夫です。こんな近いんですか？行きます。え、ちょっと待って、これいい、ここでいい、ここでいい、ここでいい、いい、ここでいいんですか？じゃあ、いいですか？このままで。怖い、怖い、私止まっとけばいいですか？あ、大丈夫です。いきます。怖い。いきます。はい。怖すぎる。ありがとうございます。ごめんなさい、目つぶって見えなかった。見えなかった。すごい。はい、実は。はい。
体柔らかいってこと？もともと小さい頃からバレエ、あの踊る方のクラシックバレエ、クラシックバレエの方を習ってたので、いや私もやってましたけど、あ、本当ですか？そんな上がんないですそんな上がんないだ、そういう意味ではゴルフ 3年だけど、3年です。どれぐらいなんですか、スコア？いや本当にまだまだなんですけど、120です。本当ですか？え、本当なんです。まだまだで、でもなんかその今までやってきた、はい、なんかアクションとか、はい、そういうのがなんか、そうですね、やっぱり活かされてるなみたいな。最近体幹をやっぱり鍛えられてきたなっていうのはすごい思います、うんうん、やっぱ渋子さんのスイング、体幹が必要なので、うんうん、最後のこの時の、はい、なんていうんですか、なんていうんだろう、この決め、最後のフィニッシュ、フィニッシュですね、はい、これとかやっぱ体幹使うので、うんうん、そこは鍛えてるのかなって思いますね。そういう意味では通じてるものがありますね。そうですね、ね、はい、それではちょっといろいろお話を伺いましたので、はいはい、最後にですね、はい、ね、待ってましたね皆さん渋野日向子さんのモノマネを、はい、ぜひお願いしたいんですけども、はい、よろしいでしょうか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあいつもの感じで、はい、やります。それではお願いします。後ろ渋野、あ、渋野日向子プロや、後ろ、後ろ姿。ありがとうございます。すごい待って、思ってたよりめちゃくちゃ忠実すぎてびっくりしました。このアドレスからこの腕のこの辺の体の使い方とかタルで、ね、ですね、はい、すごいですか、そのワッグルのこの辺のとことかありがとうございます。でこのフィニッシュ終わった後のこの、そう、この一歩、この一歩もなんか特徴的なんですよ ね、はい、そこが渋野日向子さんは足をピュッてやるのが特徴で、全部再現してた、細かいところまでそうですね、なんか動画とかで見てるより、はい、生で見た方がそれをより感じました。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。すごい、あ、嬉しい。めちゃくちゃ研究されてますね。そうですね、動画はそうですよ、ね、見ましたね。だって渋野さんが、はい、例えばスイング改造とかしちゃったら、はいはい、もう私もですよしなきゃいけないですもんね。そうなんです、もう冷やして大変ありがとうございます。本物見れた。ちなみに、はい、こだわりポイントありますか？ここやると渋野日向子さんが似るぞとか、うん、渋野日向子さん本人からもおっしゃっていただいたんですけど、 お辞儀がまず似てると。これね、これが渋野日向子さん、まあ、まずこう名前呼ばれた時にまあこうするんですけど、はい、ボールを置いて最後なんていうんですか、こう準備できたらちゃんとこう頭だけを下げて手をこうするんですよ。なるほど、頭だけなんですね、はい、ここはここは頭だけで、うんうん、でこう見て最後こう置いてこう入ってちょっと猫背、ヘッドから置いて、はい、なんですね。でその時に渋野日向子さんは手をここに置くんですよ。嘘、置いてたかな、置いてたか、置いて、はい、でこう開いて、はい、でちょっとこう調節して、はい、でこう、まあ、自分が打ちたいところを多分見てるんですかね、うんうんうん、でそこから、まあ、私はここ大げさにやってるんですけど、うん、サルーデなんですよ。私もです。あ、サルーデだ。サルーデなんです。絶対できますよ、渋野さん。いや、できないこんな中心にできないけどそう、そのサルーデにやっぱり近づけたいっていうのがあったので、はい、こうしたらちょっとサルーデっぽく、肩前に持ってくるんですか。そうなんです、持ってきてちょっとサルーデにさせて、はい、でこの時ちょっとだけこれぐらい上げて戻すんで、うんうんうん、でそっからやっぱ
スインがもう何ですかこの結構低いですよね。低いですよね、トップがね。それを意識して、はい、でもうここですね、ここ。このフィニッシュもフィニッシュの形、形が生き切る感じですよね。腕がこうなるようにして、最後足は必ずピュッてやります。確かに、ありがとうございます。いや今、はい、ちゃんとこう解説されると確かに、あ、やってるなみたいな、ね、そうなんです。実はもしかしたらね、その上達のヒントが隠れてるかもしれないですからね、そのモノマネすることによって。確かにそうです。ドライバーは飛ぶようになりました。飛ぶようになったんですか。なんて、なりました。飛距離実際伸びたってことですね。でも違うところでちょっと今、うんうん、問題が起きてるのでそこを改善していこうかなって思ってます。なるほど。はい、もしね、よろしければですけども、はい、今回このモノマネまででしたけど、はい、次ぜひゴルフとか。本当ですか。よければですが。いや、こちらこそぜひぜひぜひよろしくお願いします。今回ね、本当あの私も視聴者の皆さんのコメントがなければ、はい、こういう、そう、あの機会もなかったということで、まず視聴者の皆さんに感謝というのと、ありがとうございます。視聴者の皆さん、もっともっとじゃあこういうのやってほしいとかあればぜひお願いします。そして、まあ、また第2弾やりたいなと思ってるので、はい、ありがとうございます。神田美優ちゃんと何かやってほしいこととか、ね、あれば書いてほしいですね。ぜひお願いしますめっちゃ可愛いリアクションが全部可愛い。もう照れちゃう最後じゃあ、はい、なんかよかったら言っとくことありますか、はい、うちのチャンネルで。もし何でもいいですよ、はい、宣伝でも何でも。まだまだ YouTube 始めたばっかりで、うん、あのもしよかったらインスタ、TikTok、YouTube、うん、よかったらフォローしていただけたら嬉しいです。これから頑張るのでよろしくお願いいたします。ぜひみんなで神田美優ちゃん応援してあげてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。